八谷定治は、戦国時代の武将、徳川家康の家臣、三河国六名城主、通称は、藩の城で、意味名よりも、八谷藩の城の名で広く知られる。天文八年三河国六名村に生まる、松平元康の家臣となる。永六三年、今川義元が、尾張国に侵攻した際には、5月18日、元康に従って小田方の佐久間森重の守る。 丸根取りで攻めた。19日、桶狭間の戦いで、吉本が撃たれて敗戦した後、三河国に撤退。23日、小田方の水野信元が、岡崎城に攻め寄せるが、定時は岩瀬で擁撃して、松平真一と共に軍港を挙げた。A64 年2月、再び岩瀬で、水野勢と争う。A66 年、家康の吉田城攻めに従い、さらに、 小坂井の戦いで、今川氏と戦って、渡辺守綱と共に武功を挙げた。同年、三河一行一揆が起こると、定時は一行胸の収支に従い、家康に背いて生き方に組みし、張り先の正満寺に立てこもった。そして、正満寺の戦いで家康方と戦って撃退するが、義父大久保忠都氏ら大久保一族をおんぱかって、これに攻撃を通告して、身内を逃がした。 11月に、上綿城が一期生に、包囲されると、家康自らが出陣して、これを蹴散らした。戦闘では定時は、水野正しげと手合わせをしていたが、家康の姿を見ると逃亡する。松平金助が逃亡する定時を見つけて、蜂や逃げぐるか。きとなし、返せと、大声で呼びつけたので、定時は、殿が来られたから逃げたのだ。うぬらに背は見せぬと返して、金助を、 とっ殺したが、家康が馬を寄せて、八や、逃さぬぞと叱りつけて、槍を構えたので、定時は驚いて逃走した。A67 年2月、一騎勢の首相格だった、八田作十郎が戦死したことで勢力が衰退。定時は、大久保忠政の仲介を受けて、家康に降伏し、忠政、忠都親子の嘆願により、罪を許されて、再び家臣となった。6月に、 家康が再度行った、吉田白攻めに参加して、本田忠勝と先陣を争う。忠勝が一番槍を入れたのに怒って、猛然と突撃して二人を切り、さらに、河合正則に打ちかかったが、聖徳の鉄砲の弾が当たって負傷。従者の手を借りて退いたが、六名村で亡くなった、去年十六。徳川十六新章の一人として数えられている。定時には、女児が数といた。 母と共に里に戻っていたが、ある時家康が高刈りをして、家父と少女に会い、定時のこと知って、これは我見、鳥石の源一郎というものを婿養子にして、定時の名跡を継がせた。八夜家政、八夜家長は、定時の孫にあたる。ありがとうございます。